ますか。その投てきさらく届いたー。ラストドンが33分台ラストドンが決めた。やはりこの男たち。お、ありますね。お、来た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 。ああ、赤かっけえ。リージョンごとに来るんですね、これ。でもこの2チーム、はい、この8名は、まあ、世界大会はかなり経験されてるので、まあね、もうかなり集中してるのかなっていうふうに、うんうん。ある意味国際大会って意味では群を抜いて経験する可能性ありますか。微妙なタッチの差で、チーム力が劣ってしまう。おっと、早速来ましたね。ラウンド1まずはミラマーですね。本日あとエランゲルですね。アンチ見えてんのかよというコメントありますけど、そうなんです。この PK ルール本当に早いんですよね。だからこそランドマークはないというか、はい、ね、苦しいですね。フラットが1枚落とせると大きいんですけど、マジかこのマジか、このグレネードエグいって、うわ強すぎる。エンタスこのチャンス相手に回復の時間を与えない。キルロゴをしっかりと読んでいる。まずはグレネード徹底的に、どこか韓国を潰しにかかります。アクトス返した最後からのでエンタス、そうっすよね、アクトス一人倒されてワンオツ、ああ、重なってた、射線かぶってましたね、多分今かぶってたのか、かぶってましたね。釈迦さん、もしもし、おお、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。こちら、オーダーとミスターヨッピーさんとタコマヤさんで日本配信をお届けしてます。どうですか現地マカオ、まずはあの会場の雰囲気など。会場の雰囲気絶対聞かれると思ってました。じゃあやめようかな。中国チーム人気なんですけどはいはいはい、あの韓国チームもかなりあのファンの方が来てるみたいで、へえ、歓声かなり上がってますね。入りますか、ここで勝負、階段での勝負、2人、そして、いや、見事、壊滅させました、コーンが今、グレネードを持っています、パルス外へ、お土産、バウンドして、あっ、そう、ドストレート、SSS、中国代表、スーパーサバイバースクワットを仕留めていきます、エイジ、ガチガチ、どちらが落ちてもおかしくない、ハンドワンで、ダブルキルですか。最後アリエスがここで落ちてくるとね、ピュアボーイが返す、エルミルダウン取りました、キリングスプリー、ピュアボーイが切るまでつないで、おお、これ残り2チーム、残り2チーム、ただしいやー、クリスクミルザラヌ非常に苦しい、ピュアボーイがダウンを取られる、残ったのはリオ、ワンオンフォー、見せてくれ主人公、見せてくれ、牽制射撃が入ってる、意地を見せろ。さあ崩されました、ラストドンカツ、日本はアクトズに泣くのか。まあヨッピーさんも言われてましたが、ランキング同じだったじゃないですかポイント数、その中で、エンタスが落ちた中で自分たちは1ポイントでも取れば優勝なんですけど、最後ドンカツまでしちゃうっていう、このやっぱ強さですよね。文句なしですよね、文句なしナンバーワンでしたね、おめでとうございます。いや強い、おそらく、おそらくちょっとほぼ僕たちはなんていうんですかね、
うまい言葉を見せない、あの自由なんで、ちょっと自由すぎて、ちょっとよくあのまだ分からないです。まあ朝食を食べる場所も分かってなかったぐらいですからね、釈迦さんね。こちら、PUBG ガールズバトルも3回目を迎えることができました。そして、PUBG ガールズバトルは女性、PUBG プレイヤーのみで行われるオンライン大会となっております。さんもね、日本語選手も先生と呼んでもいいかもしれません。その元教師が音符先生を仕留めました。事前にスモートで遮蔽物を作ってるのは非常にいい選択でしたよね。はい、あそこで右広からの車線を切っているということですかね。狙われないように、万が一のことがあってもいいようにと。さあ左側、お互いグレネードの攻防、ニゴンゴ、右広、どちらが第1ラウンド取るか。目の前、先に見つけたのはニゴンゴ、後ろ横だよと、ドンカツを取ったのはニゴンゴ選手。パルスが縮まる。フェーズ7、水沢湯のキラーと呼ばれているこのニゴンゴ、その弾20発しかない、その弾丸で水沢を仕留める。ただ最弱戦だ、とんかつはサーモン。オフライン部門優勝は水沢優乃さんです。はい、水沢優乃さんおめでとうございます。815ポイントってか、なんで僕の顔なんですかっていうね。はい、サムネ一瞬僕の顔出てましたけどね、すいません。全4ラウンドで構成されている今大会はキルポイントを世界基準に合わせた1ポイントとしております。第1、第2ラウンドはミラマー FPP 一人称視点ですね。そして第3、第4ラウンドエランゲルの FPP、 こちらも一人称視点でございます。このグレネードは正しかったのかどうか。出てこい、俺は日本を背負った選手。まずは1人、2人目を追っていくデップ見せました。岡尾ダウンを取り上がっていくデップ、まずは1人、2人とさばいていく。今すごかったですね、あの会場の選手たちからおおという声が。立ち野田と車線が通っている、東側からですね、非常に遠い距離ベンドグラルリバイブを狙っていましたが、デップですか今返せるかどうか。さあゆっくりデップが決めていく、見事。そしてアルチもヘッドショット、ここはスカーズがいきそう、味方のものは倍返し、見事デップトムソンダウン。デップ選手見事、山を上がってくるスカーズに対してアボドンズが見せるか、上からやはりデップ、見事。シーケンジロー少しダメージを受けながらも、ただ後ろからブルーゾーン、前に出るしかない。スカーズ決めた、デップケンデスのサンドバスカーヘッドショット。今デップ選手、はい、ここにはもういないという判断でしたが、どうデップもう止められない。さあまずはピュアボーイが満場とします。ポリー、そのグレネードはザナドゥに届くかどうか。ディオが危ない。そして目の前にはシェバがいる。リバイブ成功するか。1人よりも2人で戦いたいところ、ライデンがパルスに飲まれる。残りは4チーム8名です。上から蘇生の時間は与えませんよ。いや、倒したのはマンジュウ、ね、返した。いや、ただまだ全然ありますよ、ベツリボックス。ザナドゥとの一騎打ち、頭1個マンジュウ出して様子を見る。引き寄せる、引き寄せる、まずはダウン、ピアボーイがダウン、ピアボーイがダウン、うわー、マンジュウ強い。さあ残り1チーム5名、あったー、逆転、ベツリボックス、V の字、俺たちが最強だ。前に出るしかない、走る、走らない、落としたほうがいい、きっちりと落としていく、ボンも落として、これはもうスカルズのターン、残ったのシェバ、苦しいか、一人返して、ワンオーツーか、フェイドの打ち合い、さあ、そのままドンカツを取った、V3、シェバ、わあ、うそ、シェバ、うそ、シェバ、スカルズ、ねえの、今の。現在トップがチームレイズ、そして2位がブルービーズ、3位が V3 ボックス、4位がスカーズ、そして5位にサンシスタースーサイダーズ。そしてスカーズとサンシスタースーサイダーズは同率ですね、ポイントのスコア的には。そうですね、はい、チームレイズだけ11ポイント、まあ、2位と話してはいるんですが、まあ、2位から5位に関しては、まあ、ほぼ団子状態と、はい、いったところで、本当にどのチームが1位になるのかわからない状態ですよね。前回のラウンドで8位ほど上げて、かなり順位上がってると思うんですけれども、ロンドンは視野にもう入っていますか？ロンドン行くよ。はい、お願いします。時間かけるとザガドゥ側が危ない。取れるか、ここで落ちたのはラスカルジェスター、殲滅。残ったらブルービーズ、ワンオーツー。これキルログ管理できてたらもう2オンは分かってますからね。分かってる。さあブラジリアン、ダメージをもらって、ザラドゥも欲しい、トンカツ取れるか。ブルービーズも日本代表近づけるか。ピアボーイが黒手を落とす。さあ勝負、勝負、フロート、ブラジリアンまだ生存、まだ生存、そのままドンカツを取るのはクレストゲーミング、ザラドゥ。大
陽が登ります。さあクレイジーサム、シノビー、ガムハが降り立って、いやここでクレストゲーミング、ラピッドが殲滅取ったのはクレストゲーミング、ザナードゥ、そしてこのノラレンゴ、グリムリーパーで攻撃を加えてるのはチームレイズ、しかしアモノットがダウン、残ったのはキャンスン、1キル1キル確実に取っていきたいですね、レイズとしては。ガムハがラスベガス落とす、ただガムハもかなり倒してますよ、倒してますね。さあアシスタが日本代表まだあるかもしれません、ここでキャンスンが出す、クレイジーサム、ミスター PGS がここで血を吐く、チームレイズが落ちてる、ガムハ取れてるんで相当いいですよ、はい、ここでサンシスターが落ちた、クレストゲーミングザナズ、これ本当にどうなるか分かんないですよ、ました中心に中心に、ここその針を刺すように動くか、ディレクターラグゲーミング、ファイト始まります、ギル取りたい、いやー佐藤、佐藤が2人と戻したラグゲーミング殲滅、どちらが取る最終ラウンド、いやただこの動きによってザラヌがこの東側を侵略し始めてる、はい、いやいや先にクラッドを南に落とされた、ブラジリアがクラッドのダウンを取る、一騎打ち、クレストゲーミングザラヌかブルービーズか、ブルービーズ強気に行きたいしザラヌも強気に行きたい、はい、囲まれているクレストゲーミングザラヌ、リオ PAR の奇跡を見せれるか、クラッチを返せるか、ザナドゥは2人倒してもまだ有利になりませんからね、はい、ここでイーブン以下ですよ、まだブラジリアン追いかけるエイム、ラストラウンド蹴っ放しはいられない、そうもう目の前の敵を倒したいだけ、勝ちたい関係ない、とりあえず倒したい、そしてスモークの車線を切っているリオ、アリウス伏せている、グレネードが飛んでくる、フルオート、まずはリオが落として104、アリウス圧倒的不利、さあスラストランド、ブルービーズがドンカツ、ブルービーズがドンカツ、さあこちらですね、さあトップブルービーズ190、そして6ポイント差で落としてしまった、これ2位チームレイズ、そして3位に上がってきたんだ、ここまで上がってたんだ、クレストゲーミングザナドゥ、そして4位に V3 ホックス、5位にスカーズと、そうですね、たらればではありますが、はい、クレストゲーミングザナドゥがもしブルービーズを全滅させて優勝していればザナドゥが本当に行きでしたね、はい、本当に改めてこのランキング見るとどのチームが上がっていても本当におかしくなかったですよね、間違いないです、頑張ってください、ありがとうございます、ありがとうございます、グループステージなんですけども、全24チームで戦います。その中で24チームの中で総合順位を決定して、上位8チームがまずはファイナルステージへの進出がその時点で決定、そして、勝ち上がれなかったチームに関しては、デイ4にあるエリミネーションステージ、そこでまた、加算されたポイントを使って順位を決めて、上位のチーム8チームが決勝ステージに進むというような形になっています。今出てますね、グループ一覧が、はい、本日は、昨日、試合でありました、グループ B OGN エンタスフォースブルービーズエアロルフ、チーム7と、まあ、この16チームで戦っていくということになります。お前評判通り軍事基地に入ってきました。さあここからですよ、これもう、ポチンキバトロワが始まりますからね。さあ盛り上がってきました、初めて見るなプレッシャーがすごいですね、これは真上についてもうかなり距離も近い、おっと乗りましたベランダ、そして出たところ、おお返していったのイビザ、ただカバーが入りナーフがイビザを落とす、いちいち交換です。いやーこれ一生やってますね、ポチンキ、テンポストームの取ってるポジション、あテンポストーム動き始めましたね、これ移動タイミング合わせれば全然集合できますね、じゃ結果的にはただ先に4台で突っ込まれると怖いですね、いやただもうまだやってますよポチンキで、もうみんな安全地帯をどう取るのっていうそういう段階でまだポチンキで削り合ってもうガチンコ対決するところなんですよ。おおリキッドが勝ちましたね、でここはリキッドが勝利、そしてエンスはばらけてます、おおえ、まあ2人いました、えヘッド、え嘘だろ、ヘッドダブルキル、疑惑、これはもう用心技うますぎ、 リプレイで見たいですね、もう一回
インコグニート牽制しつつ南潰し合いに。おー、リアメリが一人でロードを落としました。カーブロスまで持っていく。あるぞ、あるぞ。これクラウド9はもうブルービーズにとって最大の脅威になりそうですが、あーどうだ、リアベリ頭当たってます。 HP 削りました。勝てますね、これ勝てますよ。西側から今倉庫の方に入ろうとします。ブラジリアンが倉庫に入っています。ただこの展開の中で来て削ったら佐藤、佐藤打ち勝ちました。はい、最大勢力になりましたよ、ブルービーズ。ただクラウド9それやめてこし、いやいいグレード入ってるが、ブラジリアンこれはうおー薄すぎて当たったの。ベストグレード、ブラジリアンがダウン。BB is just playing along inside the warehouse, and you can see it is just hell in there. There's fire, grenades, smoke everywhere. There's near on no vision as Incognito is just playing around the outside of it. Finally, we do see Incognito get line of sight back over towards Nerf, prepping up the grenade. Is it going to connect onto it? No, it actually might bounce around right up in front of him. The no goes through a gap and does manage to take him down. So now it's Lobes right up next to BB as Incognito slowly pushing their way forward. It's playing around the smokes, trying to use it to stranglehold, get more and more control, force BB to funnel through different points, and you can see that was Cloud9 going for the grenade but gets caught on the push out of it, and that's BB taking the shots back on one angle. It's gonna be Insight getting spotted out as well, and look at that, that is gonna be the Blue Bees walking away with 11 kills. One team from Japan, they come through and get themselves an 11 kill win. I love it. Yatta, Blue Bees. Like this, it's good, but it's also not great should they be on the receiving end of it. We saw them frag out earlier though. They were one of the teams that really put up some numbers kill wise, so I'd be a little bit scared of them, but maybe the Blue Bees are trying to be a real pain here, and they're certainly doing that already, making boy M16 red dot. That's a nice pickup. It certainly is, especially oh well. Oh, VSS Wacky Jackie somewhere in the distance is very happy with that one. Lavely finds him. Blue Bees, they know these guys are damaged and they won't be able to get much of a heal off. Okay, it should be go time now. They should quicken the pace, and I see the VSS is out. That's going to probably confirm the kill. Oh, they're on the run! But did they get taken down? It looks like they've been taken down. Oh, and there goes the final player. Okay, Crystal Luster was one of the teams that could. A top eight here is secured. Ninjas in Pajamas, Shoot to Kill, VSG, Africa Freaks, Fatal, Team Liquid, 4AM, Tempo Storm, and Armory Gaming. I guaranteed in the grand final. And then from EU1 位のエンスが落ち、まあ、クリスタルラスター中国で3位、そして OMG が中国1位のチームなんですが、落ちてしまった。でも波乱のもう幕開けとなりましたね。いや、ポチンキでもシーチーとリキッド降りてます。クラウド9は軍事基地方面に降りていきましたね。今回はロズホックでエアウォルフと被る形取っていきました。クラウド9がこのロズホック降りというのは何か思いがあったんで、おーっとここでラブが生まれました。まあ、やはり軍事基地、さっきのは何かしら。ああ、死の直行日、死のへの直行日、ロベスがここで、どうしようもないダウン。なんですかね、このシーン、ちょっと自ら地獄へと向かっていったというような。To be aware of it. Yak finally takes the shots back over towards RDK. Insight goes down as well. Captain still crawling forward. He's got all the members of 17 in front grenade. of him. He could take the shots. He could go for the grenade. He's what's he gonna do? He's just sneaking up back behind it. Is this gonna be the turning point? Can Captain come up big? It's gonna land right up on their feet. Oh my god! Captain just destroyed 17 Gaming! Are you kidding me? Captain with the huge grenade and a quad kill looking to punch through here. This could be Incognito's game, or could we're Captain punch this? We're down to 1v1. It's Y Kikamukau versus Captain. He's looking back up to figure out where these grenades are going to be coming from. Y Kikamukau, what angle does he have? Everybody's going to be making their way up and forward. And here we go. Circle is closing in. Grenades raining down. You can see Y Kikamukau trying to get away from it. A lot of damage back over towards him. He's going to have to move in just a second. It is just unrelenting from the amount of grenades that Captain is carrying right now. All that utility they can pick up off of the dead members of 17, he can make it rain here onto Y Kikamukau. Y Kikamukau does get the first aid off of that grenade just a little too far, but he's so weak. 4AM getting good. He just misses the shot. He makes it into cover, but it doesn't matter. 4AM run away with that and get 8 kills off of Captain's massive play. Oh my goodness. Look at this crowd. He has set them on fire. Unbelievable.
もう打ち勝っても人数残せるかどうか、もう残っても1人みたいなぐらいの厳しい打ち合いになるでしょうね。そしてテメリアン、いやーここで動いた OP ゲーミング、 いただきますと。ここで一番キルが取れるタイミング残ったケイルも、これは美味しくいただかれるんじゃないでしょうか。いただきますと、もう最後は食べ尽くして前に飛び出して、いや打ち合いになるがメンタルのカット、いやメンタルそれ2ダメージがでかい。半締めました、落ちた、 FTK がこれ落ちた。 OP ゲームレンジャーズ DG が最後抑えました。残っているのはテンポストームのシャーキーのみ、ただグレネードはありません。ん、あ動いているのが見えた、ヘルメット頭が見えた、これレンジャーズ DG ドンカツ、 OP ゲーミングレンジャーズ優勝を決めて、ドンカツも取って、このフェイスイットグローバルサミット6日間の集大成、最後の全てを持っていきました。グッドゲーム、ドンカツを取らずにここまで行くっていうのがまず自分の中でびっくりしていて、打ち合いの強さや、第3フェーズまでの真ん中に入る動きの速さと、ポールルートなどがとても綺麗で、レベルの高いチームだなっていうのも見せつけてきましたね。ありがとうございます。そんなレベルの高い大会の中で優勝を決めたのは OP ゲーミングレンジャーズ韓国のチーム。の3チームよくやってますよね、っていうところと昇格ラインギリギリ、スノーフレックスちょっと怖くなってポチンキに寄ってしまったんですよね。ブエロがダメージは与えましたが、ただ侵入は許します。ハルカが回り込んで後方からの銃撃を受けている状態ですが、スノーフレックスここは1カオク目指して一気に突入。ブエロの引く選択としては南側にまっすぐ引くこと。うわっとだ、つなぐ、いいグレネード、もう一個あるぞ。ちょうど目立ってきた、柳素晴らしい起点、助け落としてきた柳、そしてトゥーペンゲン、こんなバックが入るんですが、起こした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 、ワンダウン返すんですが、それでもここは取り切ります。位置見るとジュピターコアが苦しそうですね。レオがワンダウン落としてくれ、ここはうわー競り勝った、ペンギン VS レコ、まずはクレイジーキャッツコスモ、ボルテックスのキル、トゥーペンギン距離がありますね。選手がここを取って、うわぁ、いいカウンター、ブエロのグレネード、ブエロ選手が、あの距離かなり距離ありましたが的確に当てていきました。お見事、レバーが見つけまして、これで USU が、ただレバーも見つかった、許されなかった、チュワチが落としまして、これで1チーム、いや降りる方向間違えた、またしてもネコバーサスペンギン、ブエロがダウン。ブエロ選手今木の横に止めたことで左から降りれなかったんですよ。逆、そうなんですよ、それが右側に出てしまった原因ですね。ただこれでイーブン、2の2、どちらになるのか、ネコとペンギン、どちらもかなりキル、そしてポイントを出してる状態、上からルイ TV ダメージを出していく、今の平を確認して一気に前に出ていく、今映ってるあの岩がポイント、スモークの方向、いい距離だ、どうだ、グレネード、ぴったりだ、正面バオ、ここまでかなりクレイジーキャッツコスモを支えてきたバオ、ただトゥーペンギンしっかり展開できている、サイドに巻き込んでいる、クレイジービー弾がなくなってきた、切り替えて取り切った、最終ラウンドドンカツを獲得したのはトゥーペンギンとなりました。 CG、 そうですね、ゴクリが釣りをしながらポジションの確認、そして報告を担っていて、はい、それを聞いた3人が動くというような形が出来上がって、メロモのグレネードは届きました、バンコクまで届くのか、デトレーションゲーミングホワイト、キリングスプリーチーム10キロ圧倒的強さシーズン3、彼らはもう止まりません。ラウンドライン見事ドンカツを獲得いたしました、デトネーションゲーミングホワイト、スモークもなくなっているようにも見えますね、この両チーム、はい、グレネードピュアボーイで当たるか、ピュアボーイだ、ピュアボーイがこれダウン、見事なゴクリのグレネード、それと用意ドン、さあ右側からトムス回ってくる、トムス取れるか、ここを落とせばトムスを取った、
さんだこれは苦しいか。デトロイションゲーミングホワイトそのままドンカツです。アスカルセッサーがチームレズに向けて射撃加えてますし、今ダメージ入ってましたよ。ほさあそしてウエスカー選手、おお、ウエスカー選手バラシュートで降下中のジャパンナンバーワン落としましたね今。びっくりした。 BCS 初めてじゃないですか。多分しっかり映ったの初めてです、ね、いやびっくりした。これブラデポマラ手を出さない。ツーゲーミング、さあツーゲーミングをここで壊滅して全滅です。デップここで動く。まずは1人、そして2人目いけるかどうか。マッシュのチャイダメージを出している。フェイクスリープ回復するしかない。ワンオースリーからワンオースワン、マッシュも HP が少ない。どうだキロ取ってデップ大逆転なるか。1人だったこのデップが神のことなるか。マッシュ止めれる。惜しいシーン、マッシュ止めた。現在、1名ダウンを、クラッチ選手がダウンを取れている状況です。さらにはもうアリエスもいない状況。デップがここでキルの強さを見せる。武者ども落とすか。デップがダウン、セスも見せました。ホワイトここも見えていたんでしょうか。セス選手ミニヘッドショットです。これキルログ落ち着いて見えてると思うので、はい、戦国ゲーミングもこれ取っていきたいですね。キルさあデップクラトがキル取って、選手戦国ゲーミング非常にキルムーブ。ただメロホはかなり戦国ゲーミングの陣形に対してめり込んでいるような形になっているので、はい、戦国ゲーミングとしてもワンダウン取られてしまうと、あ、まあ、一気にピンチになる可能性は出てきますよね。ここでゴクリー制したのはインコ、ヘッドショット。メロホがここで動く。今のは倒せなかったの、痛い左側。これは絶対打つ。デトレーションゲーミングホワイト戦国ゲーミング20キルアンストッパブル、アンストッパブルです。昇格ミー戦国ゲーミンググレード1を荒らします。待つのはセス、見せれるか。打ち合いの強さ伏せた相手ブロスト、ブロストの姿が見えない。時間がない、時間がない。ブロストのダウンを取るセス、返していく。そのままキルにはつながりました。さあここで2オン2の状況です。2オン3ですね。デトネーションゲーミングホワイトが2名、そして戦国ゲーミングが3名です。スモークを張って中心部を目指しますが、そこにはいやでもまだワンチャンスあるようなカードがあります。今シーズン感じますね、このワンチャンス。ホワイトが強い。今シーズン節ダメージをもらう。 HP1、 そんなことありますか。 HP が1、魂がつながります。まだ倒れていない。目の前でコクリが倒される。爪将棋、勝利したのは戦国ゲーミング。大量キルでのドンカツ22キル、見事。ドンカツをくれたラグゲーミングが来る。ベアーがダウン、 DDS もダウン。ヘクターのポジションもただいいですよ。これ真下にいますからね。ヘクター、そして岡見せれるか。どこにいるんだと。グレネード、さあ姿が見えた。ヘクター横を取られてしまう。ただまだ生存中。回復を図れるか。リロードダウン、メスカが決めた。残ったのオカ、スキの代わりに今回フォローとして入る。シーキング上手、これ一番稼ぎたい。1対1を繰り広げられるか。オカ1人ダウンを取るが、マロンが決めた。ラウンドライン見事ドンカツを取ったのはラスカルでした。ザナドゥーかレイズかラスカルか。さあここを走る、蘇生してんだろうと。んー、ジャンプ打ち相手を見るが、ここは蘇生させたような動き。シーキングジョーズジャンプ打ち、残った HP16、 車線は通っている。そのままピアボーイがシーキングジョーズを落とします。そのまま降りてキルをポイントを稼いでいく。アリエスもいいポジションにいますよ。まあ、帰ってくアリエス、うちは全員が打ち合い強いんだ、そんなコメントをしていたザナドゥ。ピュアボーイがここで落ちる。ブルーゾーンで倒れる選択、残ったのはザナドゥ。アリエスの位置刺されますよ。これリオが来る、リオがケンデスを落として、残ったのはマロン。ワンオースリーの状況か、ワンオーツー打ち合い、どちらが取る。取ったのはクレストゲーミング、ザラドゥハイタッチ。トップ変わらずデトネーションゲーミングホワイト、そして2位ラグゲーミングと、この抜かされ抜かし合いですね。ラスカルデスター先ほどランキング落としたんですが、また戻ってきました。2位ラスカルデスター、3位ラグゲーミング、4位クレストゲーミングザナドゥ、5位サンシスタースーサイダーズです。マンジュに対して有利ですよ。耐えれるかマンジュ、車両がバックか、一歩後ろに下がる。試合が動く、グレネードマンジュのガウン、ウェスカグレネードが届いた。ラスカル最後にドンカツ、ラスカル有利。ドンカツを取れば日本代表ほぼ確定でしょう。グレネードが飛んでくる、ポリーボの進撃、ウェスカダウン、取れるか。シーキングジョーズ右に思いは届くか。世界で戦いたい、そんなインタビューありました。グレネードが飛んでくる、スモーク車両爆破、残った3名、ウェスカはもういません。3オン3、確実にマンジュをキル取りました。マロンのグレネードが縛り刺さる2オン3、様子を伺う。
ただここ焦らずに行きたいですね。シャイブス何もないような状態なので、はい、壁を作って、ただ V3 側がちょっと窮屈になってきましたね、はい、非常に苦しい。追い込まれてる。横から一気に刺しますよこれ。ホワイトジャック、ここで倒せれば男剣ですが見せた。そしてどっちが先に気づくか、シンキングジョーズ気づいた。おそらく取った剣です。最終ラウンド取れるか。後ろのボリーを背中を取るシンキングジョーズ倒せない、倒しきれない、倒せない、倒せない。さあどうだ、ボリー伏せてワンオンワンか。 HP9 ワンオン2対1、ね、ポリーは1人。なんとなく方向分かっている。マロンもチェンハウ先に見つけた。ラスカルでした。最終ラウンドドンカツピエロが取った。さあトップデトネーションゲーミングホワイト、そして2位ラスカルジェスターの2チームです。日本代表おめでとうございます。おめでとうございます。サイボンク、それでは皆様しばしのお別れです。また PJS シーズン4で皆様お会いしましょう。さようなら。